こんにちは、ブルーホースです。ということで今回からスタンディーやってまいりましょう。何これ Z？ まあ、どっちでもいいですね。はい、ということで今回からマリオストーリーやってまいりましょうと、ファイルの名前をつけてねっていうことなんだけど、結局ね、呼ばれるのマリオだから、もうなんかマリオでもいいかなと思うけど、やっぱり僕のアイデンティティとしてやっぱりブルーホースになるので、まあ一応じゃあ本名名乗っておきましょう。ブルーホースでございますね。はい、ちょっと待ってね、ちょ、オッケー、これでよっしゃと、ブルーホースよろしいですか？よろしいでございます。さあ、初めからやってまいりましょう。ニューゲーム、メリオ、トゥートゥルドゥトゥートゥートゥルドゥトゥ、あ、パレッタ、いつかお仲間にして差し上げますからね。ユミンでーす。いや、懐かしいなー。なんかこの後継作品をさ、あの弟とかがすげーやってたんだけど、俺結局ね、このマリオストーリーしかやったことないんだよね、このペーパー系のやつはね。うん、でもこの次のゲームキューブで出たやつから全くお金つん、ピジクラって言われてみるね。なになに？知らでパーティーがあります。マリオとルイージもぜひ来てください。遠い町からお客さんを2人にとても会いたがっています。おいしいお菓子とごちそうたくさん作って待っていますね、ピーチより。よし、行くかパッパパラパパンパーパッパッパッシュル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 。まあこんなね、やっぱ平和なゲームもなかなかないですからね。なんかいつでもなんか死と隣り合わせみたいなゲームっていうのね。ということで、何の操作もしないけど勝手に進んでいってるね。あ、とりあえずもうストーリーとか全部覚えてないけど、サブクエストどこまでやるかわかんないけど、まあ基本的にはストーリーをね、しっかりとガッツリと進めていこうかなというふうに思ってますんで、はい。まあストレートにやっていきましょう。はい。いつ来ても立派にしかれ、お客さん、たくさん来てみたいだ。あ、もうさっさできるね。はい。よいしょ、ピッと。ピーチ姫にやってきたらどうだい？僕は後から行くからさ。扉の前で A を押せば扉を開けることができるからね。はい。あ、なんかいろいろとね、こうやっていく、なんていうの、キタピオさん。はい。こっち、あ、いろいろ喋れるんだな。みんな喋れるんだな。へぇ。まあ、なんかやり込みプレイとかをするわけではないので、はい、ご安心ください。なんか、それしちゃってやっぱグダっちゃうからね。ピーチ姫がついさっき僕の部屋へ行かれましたよ。ちょっとお疲れになられたんでしょう。まあたくさんのね、人を相手にしたらそうなるわなっていう話でね。わー、ブル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 してる。ってことでピーチ姫のお部屋に侵入しましょう。ブラガではあるかな。ブラガ見たかった。あ、ケーキ美味しそう。ケーキ。よし、じゃあこっち進んでいきましょう。ピー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 。昔思い出すな、このゲームやってたと、あのゲームというか、もうこれをまだ持ってなかった頃にね、あの小学生の時なんですけど、友達がこれを先に買ってね、で、その時、あの当時いたさ、あの S ってやつがいたんすよ。まあ S ってやつがさ、で、こう友達が3、4人くらいそいつの家に遊びに行って、まあ俺もその一人で行った時があったんすけど、いやー、なんかさ、みんなが集まってね、お客さん、お相手をして少し疲れてしまって、ここで休んでいたの。ここなら誰も来ないわ。二人でゆっくりお話をしましょう。いつも喋らないんだけどね。しっくん出たら気持ちよさそうよ。行きましょう。なんだ？そう。でね、次に集まってるんだったらさ、こう、64のゲームだったらさ、その、みんなで遊べるさ、当時の大乱闘、スマッシュブラザーズとかさ、ゴールデンガイ007とかさ、そういうのがあるんだから、みんなで遊べばいいのさ、みんな中で、その家の、その S ってやつは、ずっとこれ一人で遊んでたの。もうそいつとは二度とそのプライベートで遊ぼうっていう気にはなんなかったし、今実際プライベートで遊ばないまま終わったんだけどね。ただ、結局そいつね、一浪はしたけれども、京大に行ったんだよね、京都大学。だから今思えば、将来のことを考えると、そんな嫌なやつだったとしても、まあ、もしかしたらいい仕事に、今、その京大に行ったっていうところから、その先にどこ行ったのかっても全然知らないから、あれだけど、友達付き合いしてくれなかったかな。大丈夫だ、大丈夫よ。今、一体何だったのかしら。マリオ、うひっ、てるわ。どこまで行ったんですか。うえー、呼吸できんの、そのところまで連れて行かれて。ね。ピーチ姫よ、久しぶりなのだ。スカッチ、シス、したのよ。
我が輩のクッパ城でキノコ城を空高く持ち上げたのだ。どうだ、驚いただろう。殺しのはもはや我が輩のものである。おとなしくするがよい。うん、お前はマリオ、やはり出よったな。相変わらず我が輩の邪魔ばっかりするやつめ。今度こそは貴様などに邪魔させんぞ。知ってる、あなたが勝ていけないわ。諦めなさいよ。確かに今まではマリオごときに手こずってきたが、今回は違うぞ。今度こそ我が輩が勝利するのだ。さあマリオよ、かかってこい。任せとけ、マリオの M はマゾの M。 グエ、ダメだって、尻尾攻撃しなきゃ。尻尾持ってブンブンしなきゃいけないんだからね。まあイベント戦だからもどうでもいいんだけどさ、やっぱバッチリつけていくのがいいのかな。でもさ、なんかその骨壁さんがやってるね。やるなマリオ、それでこそ我が輩のライバルである。だが今日の我が輩は今までのようにやられっぱなしではないぞ。スタール、見よ、星の国から奪ってきたスタール杖だ。これはどんな願い事でも叶えられるすごいものなのだ。このスターの杖で我が輩がパワーアップすればマリオなどひとひにゃりで。ということですね。はい、行くぞマリオ。あれ、あー、うひっ、ピピ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 カン。それでおしまいか。そんな攻撃ちっとも効かんぞ。ないよ。まあ確かにな、なんかあのあれだね、剣の巻いた顔した感じになるよね。まあ防御力も上がってるから、なんだろう、呪いなのか。今の我が輩にとってマリオなど敵ではないよ。お遊びはこれまでだ。そろそろ本気を出すとするか。マリオよ、これでも食らい。昨日飲んだ2リットルのウイスキー、ひゃー。いや、コツメコさんみたいにさ、バッジをこう貯めまくったりとかっていうのが、まあ、なかなかね、それでできないから、多分ね、バッジとフラワーをメインで集めていくことになるのかなと思うんですけどね。このスターの杖さえあれば、どんな願いも思うがままだ。我が輩は今、本当に無敵だ。さあ、邪魔なマリオにはさっさと出て行ってもらおう。その距離で雷ぶっぱなしたらピチにも当たる。すごいな、ピンポイントで当てられるってなかなかすごいよね。どこまでも限りなく。すごいな、10分経ってないのにさ、もうこの展開だよね。マリオストーリーってあれだよね、結構展開が早くていいよね。うん、チャ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 チ毎回なんかいろいろ調子乗って喋っててさ、喉いかれるからさ。よし、はよ喋れい。よかった、かなりダメージが大きいけど大丈夫みたいだわ。さすがのマリオくんもスターの杖の力を手に入れたクッパにはかないませんでしたか。これは大問題ですな。落ち着くのだ。マリオとワシらが力を合わせればまだ希望はある。マリオが立ち上がってくれるよう、今のワシらにできることをしようではないか。皆の者、マリオに力を与えようぞ。ピュン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 。今のワシらにはこれが精一杯だ。マリオよ、どうか立ち上がっておくれ。立ち上がります。おはようございまーすと思ったら、先にクリコちゃんが来ちゃった。あれ、クリコちゃんだったっけ、クリミだっけ、クリオ。確か、この辺に何か落ちてきたのよね。
あれ誰か倒れてる。大福、この帽子、それにこのひげ、あの有名なメアのようにそっくり。まさかこの人、本物のマリオ？どうしよう。お金かい悪い。どうしようどうしようどうしよう。パパ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 パピピピピププ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 プピピプ。あ、マリオ、聞こえておるか。マリオよ、わしは星の精のチョール。お主に大事な話を伝えねばならぬ。ピーチ姫を救い出すためにも大切なことだ。だがあいにくここではあまり長い時間お主に走りかぶれられ、ゆえにマリオよ、星の降る丘に来てほしいのだ。頼む、マリオよ。わしらはそこで待っておる。あっぱぱっぱぱっぱっぱぱーぱぱ。ん？おはよう。キツチね。何しろずっと眠ったんですから、みんな心配しますよ。お、ここですか？クリス。クリ。クリの村、やばいな。キルクタウンの西にある小さな小さな村ですよ。シックにクリクリクリです。といってもこの村に住んでいるクリモさんたちはとっても人たちですよ。ちょ、まるで倒れていたマリオさんをここまで運んでくれたのはクリモさんたちなんです。え、家の早く星？その星に星降る会来ると言われたんですって。いいえ、そんな星見てくせに。それにこの家に出入りする人も見なかったんですよ。ひょっとしたらマリオさん、夢でも見てたんじゃないですか？ほにゃー。でももしも夢でなかったとしたら、それは星の国に住むと言われている星のせいかもしれませんね。だって星の国って星の国に一番近い場所って言われてますから。とにかくマリオさんが元気になってよかったです。よければクリボーさんの家族にも挨拶をしてくださいね。あよー。お邪魔しましょう。ということで、しばらく何もする。これ。鍵がかかってて開かない。じゃあ、クリママ。マリオさん、はじめまして。よかった。ずっと眠ってたからとても心配した。マリオ、おいら、帰ってんだ。マリオの大ファンだよ。憧れのマリオに会えるなんていい。さあ、おいら、最高気分だよ。元気になったのね。よかった。クリ君、とっても心配したの。だって、マリオ、森に倒れて、眠ってもらった。え、クリパパは？あ、クリパパいた。やあよ、マリオさん、体の方はもう大丈夫ですかね？どうか私の自慢の家にくっつろいでください。なんと、すぐ出発されるんですか？牛の古い丘へ行かれると、そいつは確かキノコタウンの近くにある丘のことですな。それならちょっと待っててください。今、この門を通れるよう直しているところですから、この前の地震で壊れてしまったんですよ。すごかったですよねえ、あの地震。いやいや、何々、これくらいちょちょいのちょいですぐ直りますよ。じゃあ直してけろ。よろしく。コイーン。あ、これできるんだ。もう。オッケーオッケー。ちょ、とりあえず忘れないうちに、はい、セーブしておきましょう。チュルチュチュー、チュルチュチュー。まだ13分だからいけるね。はい。だが、マリオさんかいね。私はクリバーじゃよ。ばあさんのクリボーじゃからクリバーなんじゃよ。孫たちとはもう挨拶なせったかね。かわいい孫たちだろう。特にクリコは私の若い頃そっくりじゃよ。確かにでっかいなクリボーにしてはな、屋根とかがあってな、すごいよね。驚きましたな。おや、あんたマリオさんじゃないかね。やっと目が覚めなすったんじゃな。よかったよかった。わしはクリシーですじゃ。じいさんのクリボーじゃからクリシーなんですじゃ。すまんが詳しい話を後にしてくださり、物干しの修理を教えて手が離せませんのじゃ。よいしょ。で、よいしょっと。ん？あれ？違うな。今一瞬なんか画面が暗くなったからもう物干しが落ちたのかなと思ったけど、そういうことではなかったね。あ、なんだなんだなんだ。マリオ、ピノが呼んでて門が直ったんだって。これでキノコタウンや星の降る丘へ行くことができるね。あれ、ちょっと待って、クリオの声が一体どうなったかの分かんなくした。はい、門の修理終わりました。この道をずっとやったからキノコ星の巣の先で阻害したとも分かんないので、またいつか来てください。頑張ってね、マリオ。ひパパ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 。もしやと思って来てみれば、パサマにあれだけコテンパンにやられながら、いまだピン
いんとはの。やはりマリオは油断できないやつじゃ。見に来てよかったわ。あ、パパ、変なの浮いてるよ。変なのとは失礼な。わしには神子バーガーというすんばらしい名前があるのじゃ。こんなやつには関わっておれんわい。マリオ、ピチ姫を助けに来ようたって無駄無駄無駄じゃぞ。今のクッパ様はこれまでとは一味違うぞ。昔のようにはいかないのじゃ。お前にはこれをプレゼントじゃ。せっかく直したもん秒で潰すもんな、こいつ。てかこいつさ、名前カメックババって言ってるけどさ、何、生まれた時からババだったの？マリオよ、お前はここでクッパ様の大活動を指をくわえて見てるわよ。ざまみろじゃ。ひょ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 。まあ今のドンであれなんだよな。はい、まあピーチ姫さらわれちゃったんです。なんでそんな笑顔なんだ。またクッパにさる。またってもうね、だいぶあれなんだろうね、きっとね。うん、ますますこれは困りましたな。くしくしが、今日ピーチ姫つっちゃの。むむむむむむ。おお、そうだ、クリシが持ててでかいハンマーならこのブロックを壊せるかもしれませんぞ。確か今物干しの修理に使っているはずです。我ながらグッドアイデアですな。そのジジイがあの、これなんかあれかな、物干しにおったはずじゃかな。物干しされているはずじゃかな。ぬぬぬぬ、あれあれ、パッパラパッ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 。いや、誰かと思ったらマリオさんでしたか。何やらズシーンと音がした途端、物干しがドドーと崩れて落っこちてしまったんですじゃ。マリオさんも落っこちてきたんですが、物干しがなくなっていたからびっくりしましたじゃろ。家に帰ろうと思ったんじゃが、ほれ、そのブロック帰り道を塞いでおりましてんの。これ、このブロックが邪魔なんですじゃ。まったく困りましたわい。ん？ハンマーちょっと、どこに行ったかの？物干しの修理に使っとったからその辺に落ちているはずじゃが、この辺には見当たりませんの。向こうの空き地に落ちてしまったんじゃろう。マリオさん、探しに行きましょう。絶賛ついてくる。いいでしょう。あ、ちょっと待って。あ、これはハンマーじゃなくてあれか。クリボー。おそらくハンマーこの辺に落ちてると思うぞ。この列ですじゃ。気になる草むらに近くて見せなされ。マリオさんの頭の上にビックリボックが出たら、どんどんピシャピシャドピシャシャコインを集めてクリンクリンじゃ。あれ、よいしょ。ちょ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 、明らかに色の違うやつがあるんだけど。ん？あ、なんだ、色の違うやつかと思った。ハンマー見つけた。マリオ叩けるようになりました。おお、それじゃそれじゃ。マリオさんならそのハンマーでさっきのあるブロックを壊すことができるじゃろうって。ハンマーは木などを叩いたりして揺らすこともできるのですじゃ。ビーオスとハンマーが使いますぞ。ほーれやろ、ジェジェてめえ、お前が物干しちゃんと修理しねえからってバカッと押してんだろうが、バーロバーロ。いやいやいや、ちゃんとハンマーをくれたおじいさんに感謝しなきゃいけないですよ。ただのやからになっちまうからな。デシ、あれデシデシ、あれ、コインが全然手に入らない。でし、でし。あ、あ、あ、おら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 、10コインよこせ、10コイン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 、オッケー。オッケー、15コイン。お、なんだ、なんだ、なんだ。おお、それはクリボーなくしとったと、いろんなものが落ちておりますな。ということは、これで、あれですかね、マリオは夜な夜なマリオのマリオを。うん。あ、おお、コイン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 。コインはいくらあっても困りませんからな。まあ、とりあえずじゃあ、せー、テルテュイ、ペピー、テルチュン。まだ行きますな。まだ10、うん、なんだ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 。さて、ハンマーも手に入れたことですし、そろそろ家に向かいましょうぞ。ゾビアー、なんだ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 、おお、ぐるぐる回転してきた。なんだおめえ。なんでや、お前らは。ここは俺の遊び場じゃぞ。裏に入ってくるやつ許せないぜ。お前らみたいなやつらは、このクワッパ様が痛い目に合わせてやる。遊び場って言ってる人でも可愛いんだよな。マリオさん、こいつはコンパといってこの辺のガキ大将ですじゃ。なあ、マリオさんには朝見住まいですじゃ。一発ガツンと気合を入れてやってくだされ。わしも気合を入れて後ろから見守っておりますからな。気合入れて攻撃してくれよ。あちょ、上、おお、ナイスですじゃ。その調子でガンガン行くとよろしいですぞ。すげー、よいしょ、パコン。もうまだこっからだぜ。
ステップアップするんだっけ。まあ結局生涯の友になるんだろうな。まあ友と書いてライバル。マリオさんもう少しです。じゃあこのままゴーゴーですよ。くっそこれってロクロクだ。パワーでかーけーあちょっとやりよるな。ちゃかちゃやりようばい。オッケー、20個。マリオさん、お見事です。じゃあ、スターポイントをゲットですよ。スターポイントとは敵を倒すともらえるものです。じゃあ、100ポイント貯めれば、レベルアップを通することができ、頑張って貯めてくだされ。ふにゅ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 ぼっちなの。かわいそう。お、やった。回復。シュ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 。これブロックを叩くとハートポイントが回復します。これって破壊したらなんか手に入るのかな。あ、ちょっと待って。お前はコインも何もない。なんかちょっと待って、これ上いけるのか。ちゃ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 。キョイーン。あ、やった。ファイアフラワー。敵全体を。できると。敵全体は燃やすね。オッケーオッケーオッケー。じゃ敵全体を、もやもやピッピもや、あ、よいですか、マリオさん。この先にはクッパの手下のクリボーたちがおります。じゃあ、マリオさんを見つけたら襲ってきますぞ。フィールドにいる敵をジャンプやハンマーで攻撃できれば、バトルに入っている敵、先制攻撃できます。じゃあ、マリオさんも敵を見つけて一発ガツンと決めてやってくだされ。一発ガツンと、先制攻撃パンシュッとオッケー。そして、踏みつけるなんかそのハンマーで攻撃するかその踏みつけるかでこう威力が変わるみたいなのがあったら面白かったんだけどね。そらほらだってさ大概踏みつけられたらさこいつらって終わるじゃん。あ超痛いってるあってるあって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 頭のトゲにはうっかり踏んでしまうと。だからぺちゃんこちゃんこちゃんちゃんこおしまいくる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 。ちなみにそのトゲはどっから持ってきたんだろうね。チャーチャーチャーピキピピブブン。ほい、ほい。と、オッケー、パッパパッ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 。あー、2匹いんのか、めんどくせえ、やんべえな。いいですか、こいつはハンマー攻撃届きません。はい、ジャンプは後ろの敵にも届きます。届かせます。ただな、これどうなんだろうな、これ実際さ、今さ、その、ノーアクションでいけるから、あれなんだけど、実際はどうなんだろうな。ほい。シュル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 、ポイン。じゃあ、じゃあ、じゃあ、あれこれ、もしかしてさ、ミスった。1、あ、そうだな、これ、しまったな。3発食らわずに済む方法があったかもしれないのに。まあ、そんなことはきっと気のせいでしょう。ペチ、あー、くそ、しまった。じゃあ、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 ピッ。1分でも一発で死なないクリボーって、出世したじゃん。マリオブラザーズで乱回一撃で踏まれてお亡くなりになってたことやら。ねえ。大きくたくましくなったもんじゃの。ほう。てことで、ハートゲッチュ。ハートキャッチプリキュール。コイン1枚ゲッチューは。チュルチュチュン。ペリン。何に使うかはお楽しみです。今、別にハート回復しなくても大丈夫だよね。ちなみにこれ1点まで戻ったら、あれなのかな敵復活してるのかな。そしたらまあなんかスターポイント稼げんじゃねって思うけど、まあ結局スターポイントあれだもんな。うん。限界が来るからね、上げられるレベルがね。22、3レベルで終わりだったりするのかな。じいちゃん、どっちんだよ、びっくりしたよ。美人が物欲しごといなくなってるんだもん。じいちゃん、かたって、しまおすまんすまん、心配かけたようじゃぬ。うん。ただいま、ああじゃあ。そんじゃ。マリオさんにいいものを差し上げます。じゃあ、ちょっとお待ちくだされ。あ、バッチか。ピンチで強くなるかな。あれマリオが持ってるってクリコの楽し人形じゃん。クリコずっと探してんだよ。よかったらそれいいよ、別に。どうぞどうぞ。もう、しこたま使ったんで。あれさ、来た、強っ！プリン。それでも、あれ？うん。あんまり嬉しくないかも。だって、ピンクのクリボって顔色悪いじゃん。スパリアセルつけてくるやっぱり体つけてるするの。はい、ポーン。ちっちゃいパパから、私も聞いて勉強してるんだ。マリオみたいになりたくてマリオトレーニングしてるからすごく強くなったんだよ。じゃあついていけばいいじゃん。おんちゃん頭すっごく硬いのよ。ゴツッとされたらお教室が見えるんだから。
リチャの強さの自慢なんかするなよ。ヘイテルとアジョルがどっちが喋ってるか分かんなくなっちゃった。お待たせしました、ローマリオさん。なんでよ、じいちゃん、今話しとしなったのに。まあまあ、そう言わずに。おお、そいつは悪かったろう。実はこいつはマリオさんに差し上げると思ってろう。ガツンジャンプ、ああ、ガツンジャンプか。これやっぱ、シュラリブルーズじゃん。これがツンジャンプをつけると、できる大ダメージを与えられることで、ね、バッチを、まずは、バッチをつけるか。いや、別に大丈夫です。はい。いいです。次なら良いです、じゃあ。ちなみにガツを使うのフラワーポイント、帰ってくるっていう、これよく、あれもやると、回復しちゃうんだっすな。そうそう、マリオさん、まさから聞きましたが、何でもクッパにさられたピッチも助けに行かれるそうじゃん。おお、そうです、そうです。いや、クッパなんて簡単につけちゃうよね。先ほどのハンマーはマリオさんが持っていてくださり、わしはもうちょっと若かったらマリオさんの冒険のお手伝いをしたところなんですが、この年になると腰が痛くてよ。おお、いいなぁ、冒険クッパ。かっこいい。おいらも いつか冒険したいなぁ。おお、そうじゃ、クリオや。お前、マリオさんについてって、ピーチ姫を助けるお手伝いするとよかろうて、良い機会じゃ。お前もそろそろ一面になるといかんからの。いいおじいちゃん、本当にいくらも言っていいの。やった、マリオ、おいらがかっこいい。タタ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 ッてー、いや別にいいんだけど、最初の冒険がクッパってなかなかハードル高くないと思うけどな。はい、泣きベスト書いちゃう。あったのか、スクマリオ使うなよって言いたいところだけど、マリオの HP が少し減ってるみたいよ。まずはキノピアハウスで HP を回復しようよ。あいよ、おいらの妹のクリコだよ。甘いのでみんなに優しくてもらってるから、たまに羨ましい時があるんだ。なんかあの羨ましがってるタイミングでクリコあれだぞ、なんかどっか逃げてったぞ、大丈夫か。よっしゃ、止まっていきます。おはようございます。よく眠れましたが、それでは元気にいってらっしゃい。行ってきます。ママは、おいらのママだよ。口ルーズ腹がママのこと大好きなんだよ。でもママには内緒にしといてよ、恥ずかしいからさ。こっち行ったら多分確かあのあれだよな、マリオが寝てた場所だから、とりあえずじゃあ、おう、パパ、パパだよ。俺の大学生頼りになるんだよ。全然そうは見えないけどね。でも地震があった時はすごく活躍したんだよ。かっこいいと思ったんだ。あーちょー、これで先へ進むことができますんだ。この先様々な困難が待ち受けてると思いますが、あまり無理をしちゃダメですよ。いつもリラックス、リラックス気持ちの余裕を持っていてください。おや、マリオさん、クリジーにもらったバッジをつけてませんな。バッジをつけておかれて全く意味がありません。つけてから行った方がいいですよ。あ、ここであれなんだ。ちゃんと教えてくれるんだね。じゃあバッジつけておきましょう。はい、うるさいな。オッケー。必要 BP。マリオは今どうなってる？プレイ時間26分。持ち物ありません。本当に？あ、大事なものはありませんってことね。あ、オッケー。星のせい。星のせいだもん。あ、なんか来た。なんだ？クリクリバロン。よいしょ。もっと欲しい。と言いながら、はい、じゃあ、区切りがいいところまで来ましたので、一旦このあたりで終了とさせていただきたいというふうに思います。マリオストーリー大冒険。これからクリオと一体どんな試練が待ち受けているのでしょうか？ぜひ次回パートもチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちください。楽しみにしていてください。ではまたお会いしましょう。さよなら。グッバイ。